こんにちは。やっほー、ありがとう。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう。やっほー、ありがとうございます。皆さんこんにちは。 STU482期生のりねたんこと内海りねです。ありがとうございます。ありがとう。ってことで始まりましたよ、今日の2枠の3枠目のイベントが。ありがとう。この配信は21時20分までやります。で、今この配信を見てくださってる方にお願いがあるんですが、よろしければ X で拡散をよろしくお願いします。りねちゃん配信中っていう拡散お願いします。私も今からちょっと X でリツイートしとこっかな。さっきツイートしたんですけど、自分でもりねちゃん、りねちゃんかわいい、りねちゃんやってるよ、りねちゃん今してますよって、りねフェス、りねちゃん今やってるよって。じゃあ今3分、今2分か、2分なので5分か6分ぐらいになったらやっかな。ジャッキーハートのクッキーありがとう。今日の衣装を見てほしいんです。めっちゃ可愛いの、可愛くない？こんにちは、ジェットアンサーロリポップ、ありがとう。こんにちは、ありがとうございます。はゆさんハートのクッキーありがとう。とちさんハート、ありがとうございます。職場の先輩に宣伝した。ねえ、ウケる、嬉しい、ありがとう。職場の先輩がみちゃん見てくれたら見てるってコメントしてって言っといてください。ベニちゃんバラありがとう。サージカルさんハートのクッキーありがとうございます。ありがとう。アバター変わった。まーちゃんハートのクッキーありがとうございます。皆さんよろしければ、とちさんハートありがとう。皆さんよろしければ X で拡散よろしくお願いします。みねちゃんが今一人でも見てくださる方が増えたら嬉しいので、キラキラを、キラキラとかクッキーとか集めてるので、もしよければ投げてくださると嬉しいです。お願いします。りっくんハートありがとう。今イベント現在8位なんですけども、もう本当に3位以内に入って絶対写真集出したいですし、諦めてませんので、よろしければ明日の19時59分までなんですけど応援してくださると嬉しいです。本当に諦めてないの。あかねちゃんハートありがとう。今日はチャートリ公園の瀬取りを踊ります。ヤップくんハートのクッキーありがとう。東京1068さん大好き、ありがとう。私も1068さんが大好きだよ、ありがとうございます。ありがとう。ネオンさんはハートのクッキーありがとう。ケンちゃんハートありがとうございます。ありがとうございます。ギャップハートのクッキーありがとう。クヨくんハートありがとう。くちゃんさんハートありがとうございます。早い。ナッピさんハートありがとう。皆さん X でたくさん拡散お願いします。みねちゃんがチャートリ公演のストーリー今からやるよっていうのをいっぱい拡散してほしいです。今5分なんですけども、じゃあ6分になったら始めようかな。みんなチャートリ公演いっぱい見てねー。チャートリ公演いっぱい見てね。見てね。長崎ちゃんハート、シクシクビームありがとう。ポストしてきたありがとう。もう拡散してくださってる方はその拡散したポストとかリツイートしてくださる
リツイートしてくれたりとか定期的にしてくださったら嬉しいです。お願いします。まだ X で拡散とかしてないよっていう方はりなちゃんが今配信中っていう拡散も待ってます。やってください、お願いします。で、ハッシュタグりねたん写真集絶対をつけてつぶやいてくださったらこの配信が終わった後にいいねしに行きます。ツイッター X かっこ旧ツイッターなのでいっぱいそのハッシュタグつけて応援してください、お願いします。よし、じゃあやっていくか。マイマイハートありがとう、カビアテさんハートのクッキーありがとうございます。みんなコールとかもたくさんしてくださいね、コメント欄で。ナッピさんハートのクッキー、トチさんレインボースターありがとう。よし、じゃあいきますかお願いします。金庫箱、本日は花は誰のもの公演、うつみりね、あ、嘘、すいません、もう間違えちゃった。本日はチャーミングトリップ公演うつみりねバージョンにお越しいただき誠にありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にいくつかのご注意とお願いを申し上げます。本公演ではお客様がアバターのためカメラなどに映り込むことはございませんので、椅子の上に立つ、場所の移動などの迷惑行為は可能ですのでご安心ください。本公演は画面録画可能なため遠慮なく画面録画してください。また SNS に掲載する際は不細工な自己画像や口が半開き、目が白目、顔がぶれているなどのスクリーンショットの写真の掲載はお控えください。公演後不細工な写真を掲載している場合は SNS 等のアカウントをブロックさせていただくこともございますのでご注意ください。かっこ少し冗談で少し本当です。やっぱりね、可愛い姿をたくさん見てほしいからすごい可愛い姿をいっぱい切り取ってほしいなって思います。また、うつみりねは気分屋のため、皆さんがしっかり盛り上げてくださらなければ、機嫌を損ねて、公演の中断、または中止になりかねないため、氷やペンライトなどで、たくさん応援していただきますよう、よろしくお願いします。歌って踊ってるんですけども、コメント欄はしっかり見えてます。なので、いっぱいりねちゃん、頑張れとか、いっぱい公演とか、いっぱい言ってくださると嬉しいです。公演のコールとか、言いたいことがあるんだよとか、なんかトイレトイレみたいなコールとかもいっぱいしてくださると嬉しいです。お願いします。今はですね、イベントに参加しておりまして、このイベントがショールーム の写真集、ソロ写真集をかけたイベントになっております。現在8位なんですけども、3位以内に絶対に入ってもうソロ写真集を発売したいです。まだまだ諦めてません。このイベントが明日の19時59分までなので、皆さんよろしければキラキラとかクッキーとかロリポップとか集めておりますので、もしよろしければ投げてくださるとお願いします。そして一人でも見てくださってる方を増やしたいので SNS 等で拡散などしてくださると嬉しいです。ハッシュタグりねたん写真集絶対をつけてつぶやいてくださった方にはですね、この配信が終わった後皆さんの投稿にいいねしに行くので、ぜひ皆さん拡散とよろしくお願いします。以上のことを守りながらキラキラやギフトやコメントをしてくれるとりねちゃんはとっても喜びますので、よろしくお願いします。皆さん、これからチャーミングトリップ公演うつみりねの公演が始まります。まもなく開演です。今しばらくお待ちください。
Thank you.
you
2枚の写真を撮る可能性があるので、お顔を写したくない方はいないので、そのまま撮っていきます。それじゃあリネさんお願いします。あ、カメラにシール貼ってるから、つながった。ありがとうございます。じゃあということで、早速ですが自己紹介をしていきたいと思います。じゃあまずはリネトン。はい、行きます。岡山県からどむらこ、瀬戸内一番元気を届けるのはリネタン。みんなで一緒にきびだんご、はい、ハムハム、ありがとうございます。岡山県出身21歳リネタンこと内村リネです。お願いします。始まりました。公演が、チャートリ公演ショールームバージョン始まりました。みんなありがとうありがとうございます。ってことで、さっき4曲踊ってる間にちょっと皆さんが投げてくださったギフトとかをの名前を呼びたいと思います。ありがとう、たくさん。西くん、ハート、ありがとう。カージーさん、ロリポップ、ありがとうございます。岩島レモンさん、ハート、ありがとう。
めぐちゃんハートありがとう。ゆいちくんハートありがとう。ゆいちくんハートありがとう。にしくん音符たくさんありがとう。ポンポンハートのクッキーありがとうございます。ありがとう。かじいさんレインボースターありがとう。わーちゃんハートありがとう。くがくん音符ありがとうございます。じゅん TV さんハートありがとう。りくおハートありがとう。かわらけさん音符ありがとう。ありがとうございます。まーちゃんペンライトありがとう。ひなっぴさん音符ありがとう。けんちゃん音符ありがとう。打ち上げさんハートのクッキーありがとうございます。くがくん音符たくさんありがとう。けんちゃん音符たくさんありがとう。ひなっぴさん音符たくさんありがとうございます。ポンポンキャンディーありがとう。みぐちゃんペンライトありがとう。 ABC チーズさんペンライトありがとうございます。よっぱライダーさんハートありがとう。ゆりかハートありがとう。たくさん立足さんハートありがとうございます。まーちゃんハートのクッキーありがとう。マーシーハートのクッキーありがとう。かびあてさん音符ありがとうございます。まさとくんハートありがとう。さなぴよさんハートありがとう。マイカちゃんハートありがとう。マイカちゃんペンライトありがとう。ぷかぷかペンライト音符 Thank you。 二度寝さんハートのクッキーありがとう。けんちゃんペンライトありがとう。かわらけさんハートありがとうございます。いくさん、あと台湾の方、ハートのクッキー、トーシャー、ありがとう。かわらけさん、ハートのクッキー、ロリポップ、ありがとうございます。いわちゃん、ハートのクッキー、ありがとう。ちゃんちゃんよっしーさんハートのクッキーありがとうございます。ってことで下までスクロールできたので今日の衣装の紹介をしたいと思います。今日はチャートリ公演ということでベレー帽をかぶってみました。ベレー帽をかぶってみました。で前回2番目に多かった髪型の三つ編みをしてみました。そして白のふわふわベレー帽をかぶりました。だからちょっとチャートリっぽい気がする。チャートリの新衣装がベレー帽ということでそれに合わせて私もベレー帽をかぶってみます。でこのお洋服の何か可愛いポイント、ふわふわなので結構短めの丈、割った時にふわってなる感じが超可愛いです。ここにもねなんかレースのねシースルーが効いてて、ね、すごく可愛いんですよ。そんな感じです。ちょっとお色直し可愛いでしょ。チャートリということで可愛いを意識してみました。ちょっとさっきあのワンハーフになってなくて音がちょっとワンハーフに変更させていただきます。ちょっと一瞬お待ちください。皆さん SNS 等で拡散よろしくお願いします。りねちゃんが今チャートリ公演踊ってるよって
いっぱい SNS で拡散よろしくお願いします。今のうちにちょっとスクショタイムやっとこうかな。スクショタイム、みんなに向けてのスクショタイムスタート。ありがとうございます。スクショタイムでした。なのでこのさっき撮った可愛いスクショ、ハッシュタグみえちゃん写真集絶対おわみえちゃん配信中でつけてください。つけて SNS とたくさんお願いします。ちょっと少々お待ちください。みんな SNS 等で拡散よろしくお願いします。姉ちゃんが今やってるよーっていっぱい拡散してね。少々お待ち。いっぱいコールなどしてくださると嬉しいです。お願いします。ねえ待って、プレイ…あ、来た来た来た、よし、オッケー。ちょっとプレイリストの調節をしておりました。しんごくんのリポップありがとう、ありがとうございます。まっちゃんハートありがとう。エイジくんハートありがとうございます。ってことで、じゃあ次の曲に行きましょう。踊ってるんですけどコメント欄とか見えてるので、皆さんよろしければキラキラとかチョコとかあのクッキーとか今集めてるので1個でもいいので投げてくださると嬉しいです。お願いします。今はチャートリ公演踊ってます。じゃあ次の曲に行きます。
ということで、奇跡は間に合わないを聞いていただきました。ありがとうございます。続いては本来なら、ウィンブルドンを踊る予定なんですが、私はウィンブルドン担当ではないのため、次の曲に行きます。引き続きコールとかもよろしくお願いします。ありがとうございます。奇跡は間に合わないとごめんね好きになっちゃってを聞いていただきましたが、皆さんいかがですか。パチパチ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、熱っ。ちょっとクーラーをつけます。なんと今暖房26度マックス、ほぼマックス、冷房19度ほぼ3番目に変更します。ちっちゃ18度にした。福さん大好きと、ありがとう、ありがとうございます。
かお礼ついちゃおう。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。この枠は8時21時20分に配信を終えるので、もし皆さんよろしければいっぱい応援してくださると嬉しいです。お願いします。チャットに公演踊ってます。タワー大好きタワーいただいたので、ちょっともういつも次の枠に、好きな枠で応援、お礼するんですけども、今書いちゃいます。ありがとう。お礼できるときにしときたいから、ありがとうございます。大好きタワー、みんな X で拡散とかよろしくお願いします。もう拡散したよって方は、もしよかったらそのツイートをリツイートなりしてくださると嬉しいです。お願いします。今はショールームイベントに参加してて、現在8位なんですけども、絶対に3位以内に入って写真集を出したいです。皆さんが投げてくださったキラキラとかポイントが私のポイントにつながります。なので皆さんよろしければ、1個でもいいので余らせてるよって方は、キラキラとかギフトとか投げてくださると嬉しいです。お願いします。で、このイベントが明日の19時59分までなので、今日この枠とあともう一枠したら配信はまたもう明日で最終日になっちゃうんですけども、もうずっと出したいと言っていた写真集なので、こんなチャンスをいただける機会はなかなかないのでね、諦めてません。8位とちょっと3位は、8位と1位はかけ離れてるから無理だろとかって言われるんですけども、私は諦めてませんので、まだまだ応援してくださると嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。普段なかなかね、公演とか踊ったりしないので、めちゃくちゃ新鮮だと思います。だから初めて見たよって方とかは、ぜひこの機会に覗いてみてくださいお願いします。職場の友達なり、同じ界隈の友達なり、フォロワーさんなり、皆さんが拡散してるくださってるおかげで、受験さんとかも見てくださる方も嬉しいです。ぜひ初見ですとかいっぱいコメントしてくださると嬉しいので、いっぱいコメントしてください。知ってる曲とかあればぜひコールとかもお願いします。福さん大好きだわ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい、本当にありがとう。よし、やばい、結構寒くなってきた結構寒くなってきちゃった。あかねちゃんハートをたくさんありがとう、ありがとうございます。ハッシュタグりなちゃん写真集を絶対をつけてつぶやいてくださった方にはですね、この後配信が終わったらいいねしに行きますので、ぜひつぶやいてください、お願いします。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。この配信は21時20分までやります。今199万ポイントなので200万ポイントいきたいな、この枠で少しでも距離を縮めてまた3位以内に入りたいです。お願いします。嬉しい、皆さんのおかげで、でも199万ポイントまで近づくことができた、ありがとう、本当にめちゃくちゃ嬉しいです。マーシー音符ありがとう、
皆さんが投げてくださるキラキラとかチョコとかギフトが私のポイントにつながるので、1個でも余らせてるよって方がいれば投げてくださると嬉しいです。お願いします。ひくさん、おんぷたくさん、ありがとう。トモンさん、ハートのクッキーありがとう。王子くん、ハートのクッキーありがとう。カジさん、レインボースター、ありがとう。ゆういちくん、音符、ありがとう。ふくさん、のりポップ、ありがとうございます。ありがとう。ゆういちくん、ハート、ありがとう。カジさん、猫ちゃん、やん、ありがとうございます。くさん、レインボースター、ありがとう。くさん、のりポップ、ありがとうございます。恋してカップ、ハートのクッキー、ありがとう。つぼなしに、ハートのクッキー、ありがとうございます。ガッチさん、おんぷたくさん、ありがとう。ベーコンさん、ハート、ありがとう。ワンちゃん、ハート、ありがとう。ラットさん、ハート、ありがとうございます。ゆういちくん、ハート、ありがとう。ガッチさん、音符たくさん、ありがとう。ってことで、下までスクロールできたので、じゃあちょっと次の曲に行きたいと思います。次の枠になると思います、多分。次の枠になりますね。次の枠が、23時からになるんですけども、この配信が21時20分までやって、次の枠が今日で最後の23時から1時間になるんですけど、多分時間オーバーしてチャートリ公演の続きと、まあ時間が余れば筋トレ配信をしようと思うので、ぜひ来てください。お願いします。ナルシさん、ハートのクッキー、ありがとう。ちょっとコメントも読もうかな。姉ちゃん、こんにちは。姉ちゃん、頑張れ、ありがとう。ひなっぴさん、レインボースター、ありがとうございます。コメント欄も見てるよ、めちゃくちゃ。だから頑張れとかパチパチとかいっぱい言ってくれてすごく嬉しいですよ。嬉しくて歯茎が出ちゃうよ、りねちゃんは。こんにちは。多分チャンネル公演見たことない人の方の方が多いと思うので、ぜひこの機会に見てください。珍しいからね、踊ってるの。じゃあ54分なので次の曲に行きます。ちょっとワンハーフ、チャンネル公演ってワンハーフなんですけど、この曲がフルバージョンしかなくて、フルバージョンだとちょっと私わかんないので、途中なんか音が急におかしくなったりするのはちょっとすみません、ご了承ください。先に言っておきます。じゃあ行きますか。よし、それでは聞いてください。回遊魚のキャパシティ、「
Thank you.
海遊魚のキャパシティチューズミーラブトリップエンキョリポスターとヤンケツで聞いていただきました。皆さんいかがですか。皆さんにお詫びをしたい。ちょっとラブトリップってあんなに複雑な曲なチャートリ公演のラブトリップで慣れてるからちょっとびっくりしました。すみません、本当にちょっとすみません、ごめんなさい。めぐちゃん、タワー、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、大好きと、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ちょっとお礼書いちゃおう。え、ありがとうございます、大好きタワー、ありがドキドキ、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい、大好きタワー、大好きがいっぱい溢れてますよ。ありがとう、めぐちゃん、ちょっとお礼書きます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、じゃあもう大好きいっぱいにしときます、ありがとうよ、嬉しい、ありがとうございます、ハートいっぱいにする、ありがとうございます、ありがとうございます、大好き溢れてる、えっキューッ
幸せ、ハッピー、もうハッピー人生、ハッピー人生、こんなに大好きをいただけて、たわーありがとう、ハッピー人生よ、極上人生、極上人生だな。みんな X で拡散などよろしくお願いします。もう拡散したよっていう方がいればリツイートならしてくださると嬉しいです。まだ X で拡散してないよって方がいればりねちゃん今ちゃんとリコーエンやってるよって拡散してくださると嬉しいです。お願いします。めぐちゃん大好きタワーありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、嬉しい。私の愛で極上人生にできるぐらいならいくらでも大好きを伝えてください。ありがとうありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。早い、もう13分です。この配信20分になったら終わるんですけど、もう13分って早すぎない？じゃあもう次の枠はアンコールブロックをちょっとしよっかな。一旦じゃあおしゃべりタイムということで、皆さんにちょっとお伺いしたいことがあって、タイムテーブルをすごく悩んでるんですよ。明日でもう最終日だと思うんですけども、イベントがタイムテーブルをすごく悩んでいて、どうしよう、朝昼夜、朝昼夜かな、やるとしたらちょっと教えてほしい。どうしよう、朝なんか早すぎてもみんな眠眠にゃんこな人が多いから、いろんな人に見てほしいし、7時半ぐらいからやった方がいいのかな。7時だと早いかな、朝。私はちょっと何時でも起きるんですけども、なんかすごく悩んでおります。明日のタイムテーブル、お昼は配信したいね、お昼も配信したい。何枠ぐらいなんだろう。明日の19時59分だから8時とかに終わっちゃうんですけど、3枠とかもっと刻んだ方がいいかな。でも平日だからな、すごく悩んでます。みんな意見をください。なんか配信長時間やったぶっ続けてやった方がいいのか、刻んでやった方がいいのかが分からなくて、ちょっと意見欲しい。どうしようかな。18、19、20、夜は18時、何枠がいいんだろう、3枠がいいのか4枠がいいのか、もっと刻んでやった方がいいのか分からなくて、4枠か3枠かな、3枠か4枠ぐらいかな、できても分かんないよね、タイムテーブル分からないよね。じゃあ考えます、考えるね。なので見に行ける時間に
全部来てほしいけど、見に来れる時に来てください。朝昼30分。あ、めっちゃいい。私もそうしようと思ってました。じゃあ大丈夫か、それで。夕方、夜2時間。夜は長めにしよっかな。じゃあ夜長めにして、そうします。まさぴょん、タワー、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。この配信もう20分になったら終わっちゃうんですけど、ありがとう、ありがとうございます。どうしよう、お礼を、じゃあ次23時からやるので、23時の枠でお礼させていただきます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。ちょっと証拠、写真撮っとか。ありがとうございます。確かに結構見てもらえる方がいいから、刻むより長めに配信しよっかな。そうしますわ。ありがとうございます、ご意見。まさぴょんタワー、ありがとう、ありがとうございます。この配信が20分になったら終わっちゃうんですけども、次の配信が23時からのね、もし23時から見れないよって感じだったら、あの明日とか明日以降でも配信来てくださったタイミングでお礼させていただきますので、ぜひ来てください。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、はるるんハートのクッキー、ありがとう、ありがとうございます。たこ焼きクラゲさんハート、ありがとう、ありがとうございます。たこ焼きクラゲさんバラ、ありがとう。ロリポップもありがとうございます。マッチさんハート、ありがとう。そうします。じゃあちょっと写真撮っとこう。明日の枠のタイムテーブルをちょっと載せますね、この後で。ちょっと、まあ、もう一個相談があって、明日2時間とかやるじゃないですか。何がいいかな。アンケート取るわ、アンケート取ります。じゃあアンケート、また後でアンケート取ります、ツイッターで。じゃあジャンル読みます。13位ゆういちくん、ありがとう。12位えさしかさん、ありがとう。11位ジャーキー、ありがとう。10位まーちゃん、ありがとう。9位しんごくん、ありがとう。8位とちさん、ありがとう。7位かじさん、ありがとう。6位ひなぴさん、ありがとう。5位王子、ありがとう。4位たけたけたけひと、ありがとう。3位まさぴょん、ありがとう。2位めぐちゃん、ありがとう。そして1位がドゥルルンパン福13さんです。ありがとうございました、ありがとう。じゃあ次の回23時からチャートリー公演に続きをします。ぜひ来てください。みんなコメントとかギフトとかキラキラとかたくさんありがとうございました。もう今日はこの枠で終わっちゃうんですけど、23時からぜひ来てください。じゃあ